エジプト語、エジプト語とは古代エジプト時代からイスラームの征服によってエジプトがアラブ化されるまでの間エジプトで用いられていた言語、アフロアジア語族に属する。ヒエログリフやそれを崩した文字、コプト語時代はコプト文字で書かれた。現在はコプト語が主として典礼言語として用いられており、数家庭のみこれを母語として伝承している。 最も古いエジプト語で記された記録は、紀元前3200年頃のもので、これは書かれた人間の言語の記録としても、最古のものに属する。コプト語は17世紀頃まで日常言語として、使用する和者が存在していたが、それ以降はエジプトにおける日常語は、アラビア語エジプト方言に完全に取って変わられた。しかし、上エジプトの隔絶地に19世紀頃まで和社が、 存在していたという研究者もいる。エジプト学の研究者はエジプト語に大きく以下の6つの時代区分を設けている。エジプト語による最古の記録は紀元前3200年頃のものである。およそ新石器時代からエジプト初期王朝時代に残された碑文等の記録をまとめて初期エジプト語と呼ぶ。古エジプト語は エジプト皇王国時代からエジプト第一中間期まで、紀元前2600年頃から500年以上に、渡って使用されたエジプト語である。残された記録としては、ピラミッドの原質の側面に記された神々への、祈祷文、ピラミッドテキスト、や、墓の壁面に記された個人の自伝的内容の文章等が代表的なものである。中エジプトごとの際は、ほとんど見られないが、 ヒエログリフの表記に関して、名詞の複数型を表すのに、表意文字や限定不等が三つ繰り返される点など、古エジプト語ならではの特徴的な表記法は見られる。中エジプト語は、紀元前2000年頃から700年以上にわたり、使用され、後に新エジプト語にとって変わられた。しかし中エジプト語はエジプト語における古典的な文体と位置づけられ、 紀紀紀元2世世から3世紀頃まで初期言語として、使用され続けた。デモティックエジプト語、民衆語は、紀元前650年頃から紀元5世紀頃まで、日常言語として話されていたエジプト語である。コプトエジプト語、コプト語は、紀元4世紀以降のエジプト語を指す。17世紀までは、日常言語として使用している話者がおり、ルネサンス期には、 ヨーロッパの学者たちがエジプトを訪れ、ボゴア社からコプト語を習っていたほどである。エジプトでも、地方では、その後も、数世紀の間は、話し言葉として生き残っていた可能性がある。今日では、コプト正教会において、天礼言語として、ボハイラ方言が用いられている。古、中、新たのそれぞれのエジプト語の表記に使用された文字は、ヒエログリフ、または、 ヒエログリフの崩し自体であるヒエラティックである。デモティックはヒエラティックがさらに簡略化された自体で文字は右から左へと書かれた。コプト語の表記に使用されたのはコプト文字である。これはギリシア文字にギリシア語にはないエジプト語の発音を表すデモティックを元にした文字を加えたものである。また文法における統合性の観点からコエジプト語。 中エジプト語、早期エジプト語、新エジプト語、デモティック、エジプト語、コプト、エジプト語、万期エジプト語と分ける学者もいる。エジプト語の構造は、アフロアジア語族に典型的な特徴を有している。すなわち、アラビア語やヘブライ語など、他のアフロアジア語族の言語と同様、語彙の大半は語根と呼ばれるシーンの組み合わせにより成り立っている。 語根は大抵三つの詩音からなり、例えばという語根は、良い、美しいなどの意味を持つ。語根には、太陽は、有声音等摩擦音のように二つの詩音からなる。語根もあるが、稀に、逆さまになるのように、五つも詩音が組み合わされているものも存在する。これらの語根に、母音や節字などの他の詩音が組み合わされることにより、語根の意味に関係する。 様々な語が形成されるのである。しかし、他のアフロアジア語族の言語同様、エジプト語においても母音は文字で表記されなかったため、今日、エジプト語の個々の単語の発音を正確に知ることはできない。例えば、アンクという語は、どの母音が組み合わされたかによって、生命、生活する、生きているなど、ざまな単語になりうるのである。また、エジプト語のローマ字転車に見られる。 そしても、本来はすべて死因を表している。例えば有名なツタンカーメン王のエジプト語の表記は、である。学者たちはこれらの死因に仮の音歌を割り当て、一部の死因には仮の音歌として母音を割り当て、便宜的な発音を定めたのである。もちろん、このようなエジプト語の人工的な発音方式は、エジプト人が当時発音していた、実際の音歌とは異なるものであり。 実際の音化については、様々な議論が行われている。エジプト語で区別されている死因は、良心音、心子音、歯茎音、高腔外音、軟口外音、口外水音、陰頭音、そして正門音であり、アラビア語に類似している。中エジプト語の基本的な語順はベソ型である。男が塔を開けるという文は、エジプト語ではとなり、前から順番に、 地語分けすると、開ける、男、ととなる。エジプト語の単語の形態的な特徴としては、セム語派の言語に見られるような名詞のという語形変化が挙げられる。後の名詞が前にある名詞の属格として置かれた際、前の名詞の母音や語尾が特別な形になるという語形変化である。初期のエジプト語には漢詞がなかったが、新エジプト語の時代に、のような漢詞が出現した。 また、他のアフロアジア語族の言語同様、名詞には男性と女性の文法上の性と単数、総数、複数の三つの文法上の数がある。現存しているエジプト語の記録で一番多いのはヒエログリフで記された石碑などである。しかし、それより、はるかに多くの文書がヒエラティックやデモティックなどでパピルスに記されていたが、 パピルスは石碑に比べ耐久性に乏しく、ほとんどが失われてしまったと思われる。エジプト第十九王朝からエジプト第二十王朝の頃にパピルスに書かれた死者の書のうな宗教文書には、総書体のヒエログリフが使用されている。総書体は石碑などに刻まれたヒエログリフに比べ、簡略化されているが、ヒエラティックほどには崩れていない書体で、 掘られたヒエログリフには多用されている合字は省略されている右画像参照。ヒエラティックには石膏のヒエラティックと呼ばれ石碑などに掘られたものもある。エジプト語の発展史の最終段階にコプト文字が現れ他の初期体系にとって変わった。ヒエログリフはエジプト語でと表記され神々の言葉の文字という意味である。ヒエログリフには二通りの使用法があった。 一つは、表意文字としての仕様で、描かれている対象物そのものを文字が意味するものである。もう一つは、描かれた対象物の音歌を可釈して、同じ音歌の別の概念を意味するものである。エジプト語の詩音の音素は再建されてはいるものの、正確な音歌はわからない部分も多く、様々な分類方法が試みられている。また、エジプト語の死音には、優勢と無声の区別に加え、 他のセム語派の言語に見られるような強調シーンの区別もある。エジプト語が使用された期間は2000年以上に及び、現エジプト語と新エジプト語の間の時間的な隔たりは、コラテン語と現代のイタリア語の間の隔たりに相当する。その間、音韻にも相当の変化が起こったと考えるのが妥当であり、表記上の誤りに、 そのような発音の変化を示す証拠と思われるものもある。母音は文字上に表記されなかったため、エジプト語の母音体系の再建はさらに不確かなものになっている。しかし、エジプト語の中では唯一母音が表記されている、コプト語やエジプト語の人名のギリシア語への音訳など、他の言語に音訳された資料をもとに一部判明しているものもある。そのようにして再建された。 実際の発音は少数のエジプト語の専門家により使用されることはあるが通常は便宜的にエジプト学において定められた発音方式を使用するのが一般的である S と Z の区別は中央国時代に消滅していった和王国時代には出会ったが中央国時代に陰頭音に変化したものと考えられているセム語の陰頭音に倣って エジプト語のアインと呼ばれている。とが、どのように区別されていたかについては、議論があるが、優勢と無性の対立のようなものであると考えられている。はしばしば、エジプト語のアレフ、正門閉鎖音と呼ばれ、古い時代のアールあるいはリットルの音その名残であるとも考えられている。M メートル RR、正門閉鎖音エジプト語のアレフは、もともと、 死刑接近音であった可能性もある。上述のように現在エジプト語を発音する際は、エジプト学の研究者たちによって定められた便宜的な発音方式が用いられる。その発音方式では、それぞれの死音に仮の音下が定められ、そこに仮の母音を挿入して発音する。エジプト語のアレフとアインは本来別々の死音を表しているが、共に あの母音として発音する。また、Y は母音、イとして、W は母音、ウとして発音する。それ以外の死因と死因の間には母音、えを挿入して発音する。例えば、欧米のラムセスのエジプト語の表記は、であるが、上記の規則に従えば、ラーメセスウという発音になる。意味は、太陽神ラーが彼を生み出したである。 古典的なエジプト語の真のコプト語への変化はむね、下の通り。他の多くのアフロアジア語族の言語と同様、イニシエ、中エジプト語の語順はベソ型であったが、新エジプト語の時代に変化が起こり、コプト語ではスボ型になっている。以下は、エジプト語の中でも古典的言語として使用され続けた中エジプト語を中心に述べる。エジプト語の名詞は、 男性と女性の文法上の性に分類され、女性名詞は語尾に、女性マーカーの t が表示される。単数、総数、複数の3つの文法上の数にも分類され、男性名詞では、複数形の語尾には、w、総数形の語尾には、y のマーカーが付き、女性名詞では、複数形の語尾には、wt 総数型で、単位のマーカーが表示される。 定冠詞や不定冠詞はなかったが、新エジプト語の時代に現れて、その後は広く使用されるようになった。エジプト語には三種類の認証代名詞がある。設備代名詞、従属代名詞、そして独立代名詞である。また、動詞の不定詞に設備して、存在動詞を形成する語尾があるが、これを四種類目の認証代名詞とする説もある。三種類の認証代名詞は、 下の通りである。下は指示代名詞の一覧である。最後は疑問代名詞の一覧である。エジプト語の動詞の形態は、定動詞と否定形の2種類に分類される。定動詞は様々な設字により、認証、相時制法、体、能動受動を表す。定動詞の代表的な変化型に、形と形がある。は、動詞、聞く。 F は三認証単数男性の設備認証代名詞で、彼は聞く、聞いたという意味になるが、ここでのや F は動詞と認証設備時の代表として挙げられているものである。通常、形は完了した行為を表し、形は状況により、完了、未完了いずれかを表す。否定形の動詞の形態には不定詞、分詞がある。不定詞は動詞を名詞化したもので、分詞は、 形容詞化したものである。このようなエジプト語の動詞変化は、その形態がはっきりと文字上に現れないものが多い。また、エジプト語の母音を表さない表記法とも相まって、文脈から判断する必要がある。形容詞は、就職する名詞の数、性に一致する。また、名詞を就職する場合、形容詞は、名詞の後に置かれる。しかし、形容詞が述語となる分、 エでは主語である名詞の前に置かれる。エジプト語には名詞の前に置かれる前置詞が数多くあり、下はその例である。エジプト語の副詞は文末に置かれる。下はよく使われるエジプト語の副詞の例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。